キーヒ駅は、和歌山県西室郡白浜町屋田にある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。白浜町の引川地区で、唯一の鉄道駅だが、その地区の中心とは2から3キロメートルほど離れている。1954年頃のキーヒ駅、相対式ホーム2面2線を持ち、列車同士の行き違いが可能な地上駅である。ホーム間の連絡は、線橋による。 2線の他に、側線も有し、補線用の車両が留置されていることもある。駅舎はホームより下の位置にあり、ホームからは階段を数段下る。駅舎は木造で古くからのもの。天井が周りの駅舎に比べると少し高く、明かり取りの窓もある。出札窓口が残るが、木板なべき管理の無人駅となっており、 自動券売機や乗車駅証明書発行機などの設置もない。2021年3月13日より愛国家が利用可能になる。駅舎横にトイレが設置されている。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。この駅は引川地区にある唯一の鉄道駅であるが、地区の中心部から離れているため利用者は決して多いとは言えない。 この駅の主な利用客は、隣接する田辺市の高等学校に通学する生徒たちである。前述した通り、当駅は、引川地区の中心部から離れているため、中心部へのアクセスは、駅前のタクシー、または定期運行のバスなどを利用する。狭いながら、バスタクシー乗り場としての簡易な駅前広場を有する。 乗降者の時間帯には乗客の送り迎えが行われる。以下は駅から2から3キロメートルほど離れている。ありがとうございます。